ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。三。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン、こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それはリンの任務でもあった。もういい、お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。一人で大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。何？お前の命はこれで終わり。英才学の術。残念だ。まだ腕が震え上がる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。もう少しでリンを。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな。お前はこの俺が貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。
おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがった。面倒ためだ。俺もやる。ここからは俺がメインだ。バックアップ頼むよ、僕と。行くぞ。おい、凛は無事なのか。現実にかかっちまってんだ。だから違う。まず俺たちを倒さないといけなくちゃうか。状況は単純だろう。ここは俺が。しかしコナンは随分と人手不足みてえだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。いちいちムカつくん、てめえは。忍法迷彩隠れの術。ガキが相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。ガトン岩井と崩し忍法迷彩隠れの術。やったやった忍法迷彩隠れの術。よし、行くぞ。調子に乗るんじゃねえぜ。任せろ。このガキやっぱ手ごわいな。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。相手の動きが見える。これがシャリンガンの力。ガキが調子に乗んじゃねえ。なんなんだこいつ。先に食わねえな。全然違うじゃねえか。生きて
して帰れると思うなよ。目障りなんだよ、ガキども。気に食わねえな。おっと、もう逃げねえ。バトン放射下の術、仲間は俺が守る。焦るな、相手はガキだ。経験なさいやつ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、木の葉のガキども。ロトン、岩宿。やばい、みんな出口に走れ。大丈夫か、リン、カカシ。オビタ！くそ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！そんな、どうして？オビト！俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。
心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な町人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。凛を連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。ホビト、でもいいから行け。凛、ドトン、熱の転生。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。凛はどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部凛から聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美京の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波は、その英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。
争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。